メルちゃん、ご飯美味しかった？うん、とっても美味しかったよ。ドキンちゃん、ありがとう。それじゃあそろそろお風呂に入りましょうか。メルちゃん、お風呂に入りたくない。メルちゃん、今日はね、特別なお風呂だもん。特別なお風呂？いちごのお風呂で泡も出てくるんだよ。一緒に入ってみない？メルちゃん、入る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 。それじゃあお風呂場に行きましょう。はーい。メルちゃん、これが新しいお風呂よ。へえ、いちごのお風呂だ。中を開けてみるわね。うん。中を開けると洗面台があるんだよ。蛇口もあったり、シャンプーとか歯磨き粉とか、あ、見て見て、さくらんぼのドライヤーもある。中の引き出しにはいろんなものがしまえるよ。それとオレンジのマットとブドウのブラシとリンゴの形のシャンプー、桃の手よけとパイナップルの鏡もあるんだよ。お湯をためてお風呂が沸いたら入りましょうね。はーい。メルちゃん、お風呂のお湯加減はどう？うん、気持ちいいよ。泡がブクブク。このメロンをお風呂の中に入れると、泡がもっとブクブクしてくるんだよ。それじゃあシャンプーしていきましょうね。はーい。リンゴのシャンプーをベルちゃんの頭にちょんちょんちょん。お湯をかけて洗っていくよ。見て見て、髪が黄色くなったよ。うん、綺麗になった証拠だね。それじゃあお風呂から出て髪の毛を乾かしましょうね。着替えできたから髪を乾かしていくよ。さくらんぼのドライヤーで髪を乾かそうね。ぶどうのブラシを使いながら、ドキンちゃん、綺麗になったよ。メルちゃん、すごい綺麗になったね。それじゃあ歯を磨いてメンレの準備をしましょうか。はーい。みんなもぜひメルちゃんのいちごお風呂セットで遊んでみてね。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。